で、さっきの話一つ、まあ関連するんですけど、ちょうど1ヶ月くらいにビットコインの半減期が迫ってますと。で、ビットコインキャッシュの半減期はもう1週間以内なのか、5日くらいだと思うんですけど、まあもうすぐ来ると。で、これ、今回ね、自分が価格が一気に下がった時にちょっと心配した理由の一つに、半減期前だったんで、さすがにここまで下がっちゃうとマイナー大丈夫かってやっぱり不安っていうのは結構あって、そこが割と大きい部分の一つだったんですけど、で、なんか今回ね、これに関連して、アメリカでマイニング関連の ASIC の販売とかをしてる会社の人がレポート出して、これがすごく面白かったんで、ちょっと一部説明しますけど、まあよく一番ね、価格が下がったまで半減期が来ると、マイナーの収益性が単純計算で2分の1になるんで、やばい。で、ビットコインもどんどんマイナーが離脱していって、セキュリティもハッシュレートも下がって終わるんじゃないかみたいな、そのダウン、なんだろう、デススパイラルみたいになるんじゃないかみたいなのが結構前から言われていて、で、その懸念はあるんだけど、その自分が言ってたレポートだと、まだ一番効率が良くて、一番最新の ASIC を使ってるマイナーの収益分岐点っていうのは、なんかまあ、3000ドルくらいみたいな。まあ、一番レベルの高いとか、本当に1000ドルレベルなんだって。そのレポートの推定だと。で、あ、それ、販売派だよ。半分くらいは、だからまだ2、3000ドルでもまだ出せるということで、今の価格帯でもだから全然問題なく、それが半分になってもそういうところは生き残れるっていうのがまず一つ。まあ、推定だけどね。で、価格がね、落ちたときに面白いことが起きるって話をしてて、で、これ、カナゴールで書いた論文とかにもすごく、関わる部分があって、まあ、多分言えば、まあ、そうだよねって話だと思うんだけど、価格が落ちるとさ、よくトレーダーとかいう原理の一つに正しいかどうかは別として、マイナーの平均損益点に近づくと、そこが、一つの、なんだろう、適正価格みたいなのが加減になっていて、そこのラインを守ろうとするみたいな説があるんですよ。だから例えば、今の、ビットコインの市場価格が5000ドルだとします。で、マイニングの損益し、平均の損益価格、分岐点が4500だったとしたら、4500まで落ちて、そこから4000までいっちゃうと、マイナーとかもこれ以上下がると困るからってことで、買い支えたりとか、トレーダーも買い支えたりとかして、なんとかその4500ドルのラインを守ろうとするみたいな。だからそういう、まあ、理論があるんですよ。なんとなくね。だからこのラインが重要だと。っていう、その損益分岐点。ただ、それは実は正しくないって話をこのレポートはしていて、いや、それはそうでしょそう。感覚的にもなんかちょっとおかしい気がするでしょ？でもまあよく言われることの一つなんだけど、実際に起きてるのは価格が下がると、そうするとどんどん、効率の悪いマイナーが脱落していくわけじゃないですか。そうすると、平均の損益分岐点に近づいていけばいくほど、その前に前提として、マイナーって基本的に、オペレーションコストを回収するために、掘ったコインの大部分もしくは一部を市場で売らなくちゃいけない。で、それが結構な大きさの売り圧になっているということで、で、価格が基本的に損益分岐点よりずっと高ければ、その売り圧って小さいんですよ。なんでかっていうと、みんなもう儲けてるから、そんなに払わなくてもよくて、一部はちゃんと取っておこうっていうふうになるみたいなんですね。取っておいて、まあ、長期的に上がるだろうから、ホドルっていう戦略みたいなんですよ、マイナーの多くは。まあ、それがいいかどうかさておき。で、ただ価格がどんどん下がっていくと、売らなくちゃいけないビットコインの割合がどんどん上がっていくので、どんどんそれが売りのプレッシャーになっていく。だから損益分岐点に近づけば近づくほど、実はそのマイナーの売りプレッシャーがどんどん上がっていくっていう。で、それが加速する。だからちょっと価格が損益分岐点近くで下がり始めると、価格下落がむしろ加速するっていう効果があって、だどこで止まるかっていうと、まあだからその強いマイナーだけが選別されて、で、彼らは、まあ、生き残れるんで、例えば、他のマイナーが3500ドルで大体離脱しちゃったけど、まあ、2000ドルまでいけるところ、奴らは2500ドルくらいで、そこでなんか、こう、選別が終わって、で、そうすると何が起きるかっていうと、弱いマイナーが抜けるじゃないですか。で、そうすると、ハッシュレートは一時的に落ちるんですけど、ディフィコーティの調整が入るので、生き残った強いマイナーの収益性がいきなりめちゃくちゃ上がるんですよ。今まではなんかほとんど損益出ないくらいのレベルで掘ってたやつがみんな一気に抜けて、売りプレッシャーもなくなるので、そいつらが抜けると。で、そうすると、強い生き残ったマイナーたちの収益性はいきなり改善されて、かつそこから価格がどんどん上がっていくと、
売り圧が低い。彼らはもともと効率が高くて、そんなに売る必要はないので、そうすると、一通り、わーって一気に下げて、マイナーの選別が終わった後に、また上に上げていくためのファンダメンタルの効果になるみたいな話をしていて、マイナーの売り圧がどういうふうに変わっていくのかっていうのが重要みたいな話をしてたんですよ。それが結構面白いなと。いや、それでいくとね、いや、そもそもさ、マイナーの売り圧ってさ、その1日せいぜい 1800BTC なわけじゃない？うん。マックスで。うん。で、まあ、仮にそのうちの半分を電気代で売るとして、まあ、900っていうところが、まあ、そう、売らなきゃいけない数量がちょっと増えたりしても、せいぜい900が1200だとかいう、その、圧力として1日せいぜい300、500BTC とかのオーダーなわけじゃない。うんうんうん、で、その、1日の出来高って、ね、大きなところだったら、数十万BTC の出来高が1日あるわけで、でそれに対して、その、世界トータルでせいぜい1日 300-500BTC の売り圧の議論をするっていうのが僕にはちょっと理解できない。ああそう、まあでもまあそうね、全体の取引高に対してそんなに大きなものではないから取るに足らないっていうのは、うん、まあ分かるんだけど、うん、まあそうね、実質の取引高ってどれくらいなんですか。俺自分それなんとなく計算してるちょっと実質の取り、まあ、うん、その例えばビットフライ FX って全盛期、まあ、100万 BTC とか1日あったし、うんうんうん、まあ、今でも10万ぐらいあるのかな、うん、で、まあ、あれはまあなんというか別物だからいいにしたとしても、その、まあ、世界の全体規模として1日で100万 BTC とかの単位での出来高がある中で、うん、まあ、片側でその 500BTC 分圧力が増えるって言ったとしても、それは一体何なんだっていう話。で、さらに加えて言うと、その、マイナーってそもそもそのビットコインホドルするのが本業ではないはずで、あくまでもその ASIC で割安に増えた、割安にビットコインを手に入れられる権利をリアライズするっていうのが彼らのビジネスモデルなわけで、その、ビットコインホドルしてるっていうのはその事業に加えてビットコイン投資っていう別の事業をやっているだけで、でただ効率化の観点で、単純に一部売らないという選択肢になると、全体のポートフォリオとしては、うんうん、っていうだけの話なんだから、そのマイナーの売り圧、まあ、そもそも額としてすごくちっちゃいマイナーの売り圧に加えて、その本業ではないところで、まあ、ビットコイン投資ビジネスをやっているだろうというところに依拠したこの推論というのは、僕は極めてなんというかね、あまり当事者の感覚がないというか。おお、なるほどね、うん。確かにそれは分かるな。まあ、大きさが小さい。うん、まあ、ただ、もともとの論文が言ったのは、要は、損益分岐点が一つの、なんか、市場にとって重要な買い支えポイントになるっていうのはおかしいよっていうとこに対して、うん、まあ、説明するっていうのが主な目的。マイナーが、なんか、買い支えるって、マジで意味わかんない。うん、そうです。なんでエクスポージャー増やしに行って、お前売る側の人なのになぜ増やしに行ってんだって、ね、うん、あとはもう一個重要なのは、だから半減期が来た時に、うん、価格が一気に半分になるけど大丈夫なのってところに対して一応回答はしてる。まあ、価格損益分岐点が強い、マイナス損益分岐点っていうのはまだ1000ドルレベルらしいから、うん、半減期が来てもまあ彼らは大丈夫と。単純に何が起きるかっていうと、マイナーの選別が起きてるだけで、で、そういう強いマイナーは、で、これはカネゴールが言ってたんだけど、本来はそれはマイニング事業とは別の話。まあ、ビットコインをホドルしていて、売るか売らないかって判断をするみたいな話。うん、なんだけど、強いマイナーはビットコインのエコシステムにもう長期でコミットしてるタイプの人たちだから、うん、彼らが生き残っていくことは実はエコシステムにとっても悪いことではないみたいな主張。で、それはまあ、うん、一定の、説明はあるなと思いました。うんうん、ただ、売り圧が小さくなってしまう、カナゴールが指摘したみたいに、まあそこまで大した、市場にとってどれくらいの価格形成に影響あるのかって言われると、まあどうなんだろうね、とかあるけど。うん。うん。だからその物語で取引してる人たちの圧力の方が圧倒的に大きいでしょ。そうそうそう。あ、だからその物語、そうそう。そう。そうなんだよ。だからみんな結構信じてるシナリオの、うん、そう、説の一つで。
結構面白いんだけど。マイナーはなんか人数に対してすごく役割が大きいんで、人数とかあの資産の額に比して役割が異常に大きいんで、やっぱりそこに対して異常に注目がつくっていうところが市場に影響を及ぼすっていうのはありますよね。うん、であとそのよくあるので僕がなんかこう消せないのは、こうマイナーがこのエコシステムにこう関与しようとするアクション、例えば買い支えるとか、こうなったらっていう、そのマイナーってそもそもの概念としてその1エンティティでの寄与度ってまあそんなに高いわけではないし、そのフリーライドできるはずで、買い支えるっていうのはそもそもコスト払ってるわけで、でそのコストさ払って、まあ、自分だけじゃなくて他のマイナーも救われるアクションっていうのを、ね、なんでわざわざ自分が進んでやるんだっていう、そこのインセンティブはそもそも欠落している議論だから、うん、買い支えはないね、買い支えはない、うん、まあ、でもなんか取引としてそういうことをやる人はいるのかもしれない、トレーダーとの。いやでもなんかそう、あのね、コロナの中で、コロナの話題以外だと、まあ、ビットコインの話するってなって、ただでさえネタがない中では、まあいい物語でっち上げられたねっていう、そういう話なんじゃない、うん、その程度のもので。で、あとその、この半減期の話で、そのマイナーの損益分岐ラインっていう話は、その我々の論文だと、どういう意味で問題かって言ってると、そもそもこの収益性下がったら難易度簡単になって、まあ、あの掘れる人は必ず世界に存在する状態にはなりますと。うん、で、まあ、一気に1000ドル割るとかは別だけれども。で、その、論文で指摘している内容は、価格が、まあ、半減期の効果も含めてガツンと下がると、収益性が大きく下がると、まあ、少なくとも一時的には、掘れる人は減りますと、うん。掘れる人が減ると、ブロック生成時間伸びます。まあ、ひどいと2倍、3倍になりますと。で、そうすると、次の難易度調整では、難易度が3分の1になりますと、うん。で、そうすると、さっきいなくなったマイナーたちが全部戻ってくる。ああ。そう。あ、で、それに関して、ちょっと面白いことを言っていて、うん、で、理論的にはそうなんだけど、実際面白い現象の一つって、マイナーって結局、ファシリティとか電力を中長期で契約をしているので、うん、例えば、今、いきなり今日1日で価格が半分になりました。で、赤字になっちゃってるんだけど、でも掘るって話か。でも掘るって話。で、それはなんか2、3ヶ月から、場合によって半年くらい続くみたいな話をしていて、赤字でも絶対に掘らなくて、掘らないと契約が切れちゃうから掘るみたいな。そういう制約が結構あるっていう話をその人はしていて、だから、半減期が来て、いきなり価格が半分になっても、彼らはいきなり、マイニングをやめるわけでは必ずしもないっていう話を。うん、電力は固定化してるんですね。そう契約の話が結構はオペレーションの話なんで、これが面白いんですけど。そうするとその人たちがどんだけ割合としているのかっていうのはそういう問題になってくると。そうね。うん、でただそれは分からないと。分かんない。なんかそのレポ後でそれ一応送ったけど、そのレポではなんか推定したんだけど、なんかこれ正しいのかどうか分かんない。なんか推定するんだろう。ASIC のどの型を使ってるかっていうのと、あとは彼らはなんか。マイニングのリグ売ったりとかして、あとはどれくらい、この地域にどれくらいマイナーがいるからってことで、電力がどれくらいっていうのは推定できるから、うん、どの ASIC リグを使っていて、どこの地域で掘ってるかで大体想定してる。あ、で、さらにその地域では、長期契約が行えるかどうかっていう情報が手に入っている。そうね、彼らはアメリカなんだけど、アメリカでは例えばこういう感じみたいな。うんうんうん、そう、だからなんか、ユーティリティ会社との契約とかが案外、重要で、なんかそういう現実的なところですぐにあのマイニングを閉めたりはしないって話をしてた、うんうんうん。だから半減期が来て、価格が半分になっても半分ハッシュレートが落ちるってことはないっていうような話をしてた、うん、で一部落ちて、一部落ちるのは間違いない、うん、でその赤字でも掘らなきゃいけないやつのせいで、みんな赤字の期間が続くっていうことがあります。まさにそう。まさにそうで。面白いんだけど。で、ただそいつらは結局その水準でずっとなると結局死ぬじゃん。3ヶ月後とか。価格が上がんなかった。そいつらが最終的に諦めた時に、
真に強いやつが初めて生き残るみたいな。で、そいつらが抜けちゃうと、それは会社の倒産だから、戻ってこれないんだって、なかなか。そんな、価格がじゃあ1ヶ月後に、じゃあ2倍にまたなってくる、よし、戻ってくるってはなかなかできない。それはその、法人の生産だったりとか、そういう、あとは ASIC の、売却とかでね、もう会社潰れちゃうから、もう他のやつに売りますとかっていうのもあって、なかなか簡単には戻ってこない。だからマイナーは結局、生き残りきった後に、しばらくめちゃくちゃボーナス期間みたいなのが来るって話をしていて、うん、生き残った強いマイナーはそこでめちゃくちゃ稼ぐ。我々はそこに生き残ることだけを目的としてるみたいな話をしていて、結構面白いなって。うん。ああ、そうですね。でもなんか、うん、聞いたら、これ見たら、カナボルドも、ああ、わかるわかるって言うと思うんだけど、すごく金融の世界っぽくなって、いかにリスクをヘッジして生き残るかってことだけですみたいな話をずっとしてて、うん、やっぱそうなんだって思った、うんうん。そういう感じでしたね。めっちゃ、動画の詳細にも多分、記事のリンクを貼っときますけど、結構、うん、これなんかあんまりそういう細かい話をしたこと、あんま聞いたことがないんで、ああ、面白いなって。聞いてました。うん、結論から言うと、半減期はだから自分はその論文とか論文というか記事を読んだ後に、あ、なんかまあ、思ったよりはそんな心配しなくていいかなっていう、割と楽観的になりましたね、前よりは。うんうん、なんかあれだな、こう、なんとかペイでの競争と結構もう近いような感じなんだな。ああ、そうですか。赤字で、この冬を乗り越えられた。ものだけがボーナスタイムを得られるっていう。そう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 、なんかそうらしいよ。電取りしていく。うん、そう。なんか、その記事とあと、ポッドキャストとかに出てたんで、いろいろ聞いたんですけど、面白かったですね。面白いな。うん、そう。なんか、ボーナス期間にいかに生き残ってるかだけが勝負みたいなこと、ニュアンスのことを言ってて、ああ、へえ、と思って。らしいです。というわけで、これ結構興味ある人もいると思うんで、後で、動画にもリンクとか貼って、ツイッターとかでも多分出してきます。はい、では、まあでもね、これでも、これ、カナゴールドの論文とか読んだ後に聞くとさらに面白いなと思った。その、本当にね、金融みたいになってんなと思って、ものすごい細かい話も、リスクヘッジとかもそうだし、うん、すごく通じる部分があるなと思った。それなんか、それで倒産した会社のASICさ、めっちゃ安く買いただけそうだなと思って。そう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 、そうね。そうですね。そう、うん。それが再分配されるっていう。うん、だキャッシュがあるところが、とりあえず潰れたところの比較的マシなASIC買い集めてくれば、その割安でオプションを買っている状況なわけだから。ああ、そう。で、いいかもしれない。そうね、もしくは、潰れるには、じゃあなんで潰れるのかっていうと、基本的にマイナーってASIC価格と電力で効率を決めるとすると、今って最新のASIC と一つ前のASIC で掘ってるやつらがいるらしい。なんか混ざってるらしいんですよ。うん、で、古いやつでやってるやつらは、電力が低いところでやってるんで、それでも今なんとか掘れてる。なんとか収益高くや、高くないで収益出してやれてるんだけど、価格が下がると彼らは真っ先にまず死んでく人たちの一つ。なので、その古いASICが売りに出されるときにどれだけ買いたい人がいるのかっていうのは、わかんないですね。うん、で、なんかその、チベットの奥地で掘ってるちょっと古いASICそうそうそう。いや、チベットのなんか、ねえ、こう、P ファンドとか買い集めてさ、ねえ、みたいな。うん、その地域だったら電池代足りるわけ、十分に。ありえるね。うん、ありえるね。うん、なんとなく、秋葉でジャンク品で落ちてて買ってきても、まあ、ダメだけど、ちゃんとそういう設備整えられれば、全然いけるっていうのはあるのか。うん、ある。なんか、やっぱり中国とか、まあ、前も話したけど、やっぱ水力のマイニングが多いのは、やっぱり昔作りすぎたらしいんですよね。政府の政策の失敗というか、無駄な施設をたくさん作っちゃったみたいな。で、これどうすんだって言って、中国人が、お、これビットコインのマイニングに使えるって気づいたのが、なんか、きっかけみたいな話をしてて、そういうところだと、ASIC が古くても、追加の電力が余ってるんだったらやるってやつはいるので、いや、なんかね、めちゃくちゃ面白いんだよね。マイニングの、産業はあんまり分かってない部分があるんだけど、なんかもう奥深いなと、うん。すごい競争になってるってやっぱ言ってて。ちなみにそのレポート書いた人はアメリカにマイニングの産業を持ち込めるように目標にしてやってるみたいな話をしていて、アメリカはじゃあなんでアメリカがいいのかっていうと、電力も地域によってはすごく安いのと、あとはやっぱり、やっぱインフラの安定、例えば中国とかだったらいつ政府に、差し押さえられるかわからないとか、あとはベネズエラとか確かに電力安いんだけど停電がめちゃくちゃ多いとか、
そういうのがあると、やっぱまともな事業としてやってくるには、そういうものが安定してるアメリカみたいなところの方がむしろいいみたいな話をしていて、まあ、それはビジネス判断みたいなところだけど、まあ、なるほどって、それも思って、うん。なんかアメリカとかカナダで結構ね、増やそうとしてる人はいるのは見てますけどね。ちょっとずつ増えてるみたいです。はい。というわけで、ちょっと想像以上に長くなっちゃったんですけど、あの、マイニングの話、かなり、半減期とマイナーの動向の話面白かったので、一部レポートの内容を紹介しました。はい。いや、ちょっと、アメリカでさ、その、マイニング事業をやるってなったときに、例えば、アメリカの土地が安いところあるわけじゃない？うんうん。で、そんなにもうなんか、あまり余った電池があるわけではなくて、うん、マイニング施設のために、発電施設を多分追加で作ってっていう、そういうのを多分イメージするわけじゃない。多分そうだね、ちょっと、あれわかんないけど、まあ、すでにあるんだったら勝手にやればって話だからいいんだけど、つまりさ、そのないところで施設を作って、でただそこで得られた電気ってビットコインしか多分これぐらいのことしかやることないんだろうけれども、あの今後のマーケットの動向では、あのそこでも掘れない状況っていうのはまあできてくると。うんうん、で電気会社はかなりの設備投資をして、まあ、半年契約とかで、あのマイニング業者に電気を売るわけだけれども、つまり長期的な、ビットコインのにかかるリスクっていうのをマイナーはその電気会社に単純に転嫁したモデルっていう話なんじゃないかな、それは。あ、なるほどね。うん、電気会社、今言ってるのは電気会社の協力がないとビジネスとして成り立たないってこと？いや、つまり例えば電気をその都度払いっていうか、払う、うん、まあ、欲しい時だけ払うっていう形態だと、完全にあのビットコインの価格変動にダイレクトに影響を受けながら、電気を提供すると。うん、で、だからそのビットコインがいい感じになってる時は電気屋さんも儲かると。発電屋さんも儲かると。そうだね。そういう長期契約とかしてなかったら、そうだね。うん、で、まあ、ある程度長期って言っても、せいぜい半年とか1年のオーダーだから、まあ、いずれにしてもその性質はあると。うん、で、まあ、ASIC 作るのにも当然、イニシャルのコストあるけれども、その発電施設を作るっていうところのコストを、その発電業者に。はいはいはい。だから、なるほどね。分かった分かった。それはどうなんだろうね、分かんないわ。だから、なんか、イメージだと、その、電気、発電屋さんがはめ込まれてんじゃないのかっていうような感覚にもなるんで。まあ、それはそれでいいけどね。あとは、なんか、ニューヨークのユーティリティが、電力会社が、自らマイニングしてるっていう話も出てたね、ちょっと前に。あれも面白かったけど。うん。うん。もしくは、そういう起業家みたいなのがやるのに、うん、電力会社をはめ込んで、これやれば儲かりますよって言って、新規になんか作らせて、掘ってるの可能性もありますね。どうなんだろうね。そもそもそういう施設がもともとあるのかもしれないし、それをできるだけ再利用してるようにしてるのか。あと、石油代がめちゃくちゃ下がったの結構面白いけど。ああ、はいはいはい。そうそう。これは、うん、ビットコインとは直接は関係ないけど、で石油代がめちゃくちゃ下がったみたいなのが、マイナーに影響するんじゃないかみたいな話をしてる人もいて、まあ確かにと思いましたけど。確かに。うん。いや、複雑なんで、めちゃくちゃ面白い。うん、電力会社のさ、話とかもそうだし。うん。うん、うん。はい。というわけで、とりあえずここまでいきましょうか。はい。はい。